フォルガチペーテル・フォーギャックス・ピーターは、ハンガリーのブダペストを拠点に活動するメディアアーティストであり、独立系の映画作家である。最もよく知られた、プライベート・ハンガリーは、1930年代から1960年代のホームムービーを元にしており、スクリーンの外で起きる歴史的トラウマによって破られる平凡な生活を記録している。1976年以来、 フォルガチ・ペーテルは、ハンガリーの芸術界で、メディアアーティスト、映画制作者として活躍している。1970年代後半から80年代にかけて、彼は、現代音楽のアンサンブル、グループ180と、共同し、同時に、ベラ・バラージュ映画スタジオで働き始める。フォルガチ・ペーテルは、1920年代の、アマチュア映画のユニークなコレクションである。 プライベートフォートフィルムアーカイブズファウンデーションをブダペストに設立し、この素材を生データとし、彼独自のポストモダンな歴史の再編成を行ってきた。2002年には、劇研究所で展示会、デドナウキ、さざメく川の流れを開催。ハーグで開催された、ワールドワイドビデオフェスティバルで、バルトシュ家族がグランプリを受賞し、初めて国際的に脚光を浴びた。 それ以来、ブタペスト、リスボン、マルセイユ、サンフランシスコ、トライベッカ、ベルリンの国際映画祭で数々の賞を受賞した。2007年にはヨーロッパの文化に例外的に重要な貢献をした個人や機関に贈られるエラスムス賞を受賞。2009年にはハンガリー代表としてベネツィア・ビエンナールに参加し、インスタレーション、字と共に W プロジェクトを展示。 2013年には、ワルシャワのポーランドユダヤ人歴史博物館で、クレズマティックスと共同で、ビデオインスタレーション、トークへの手紙、アムステルダムのアイ映像ミュージアムで、おぼろげな日、オランダ両東インドの物語1900の1940を制作。アワーズ2020ドラゴン・オブ・ドラゴンズ・アワード、クラクフ・フィルム・ファンデーション、クラクフ・アークス・イン・パブリック・コレクションズ・チネマ、 S. S. Alchemist, The Films of Peter Hogniacs, Ed, By, Bill Nichols and Michael Lehnave, Minneapolis, Min, Etocetra, University of Minnesota Press, 2011. ありがとうございます。